Uno, dos, tres, cuatro. こんにちは。こんにちは。こんにちは。あら。あら。さっきホイコーロー丼を、あ、定食を食べようとなって、あの高坂待ってるし大盛りにしないといた男篠原です。俺の方が後に来たけど、俺のビビン丼の方がすぐなくなってました。篠原くんは。食べるのが遅いなって思いました。ベースアムザです。はい、その様子を外からずっと見守っておりましたギターの高坂です。いや大人になったことを感じたよ俺は。大盛りを頼まないっていう、ね。ああなるほどね。それはね実はちょっと前から俺気づいてて。気づいてた？並盛りって結構ちょうどいい量だっていう。あそういうね。あその俺高坂が待ってるっていうケアをしたと。その、ま、プレッシャーだよね。もう怖くて。なるほど。怖い。怖いよ。まさかそのユータが遅いことに関してはすごい下打ちするもんだって。下打ちはしてない。すごいしてくるからさ、下打ちが。確かにさっきもエレベーターのボタン死ぬほどしてたね。そう。もう連打してるエレベーターのボタン。何をそんな人で、わあ怖い。感触を起こしてると思ったもんね。怖い怖い。そう。何を思って見てたの？中、そう中を。ん？いや。何のんきに水飲んでんだよって思いながら飲むだろ松屋で飲むだろめちゃくちゃ主に飲むだろ水をいや怖いですね普通に気づかなくてあそう普通に外いるのは気づかなかった俺食べ終わって後ろ向いたらいたからびっくりした今日はどういう風の吹き回しで来てくれたんですか今日この後ねあのとある二組のレジェンドのライブをまあみんなで見に行こうということで、はいリハだったんですけど、はい、まあその間空いた時間が空くんで、うん、まあ暇だし付き合ってやるかってことでなるほどいや暇だし付き合ってやるかだったらあんなせかさないでほしい確かに圧はかけないでほしいかもそうそれは確かにすごい圧それはその通りだだって待ってる時間ってさ、うん、なんかこう何もできないからさ、うん、早くしてほしいわけですまあわかるわかるその待たせてる方が有利だよねそう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 あーねいやはい、僕先日お誕生日だったんですけどああどうもありがとうございますおめでとうおめでとうございますこの度29歳ああめでたいねそのあれなのかな南水はさそのすごく仲良しかって言われたらさまあなんかこう、うん、なんていうのバンドじゃない時もよく飲んでてとかご飯食べに行ってと か、うん、なんかこの間一緒に動物園行ったんだよねっていうのをあんまりしないじゃないですか、うんうん、けどそのなぜか誕生日プレゼントを交換し合うっていう文化あるじゃないですかうんあそれはその2021年度からその撤廃されたのっていう質問いや俺もねそれ気づいてたよそのぬるっと催されてないなっていうでねあの、うん、7月8日ライブだったじゃないですかはいはい僕南雲くんと一緒に帰ったんですけど、うん、なんと南雲くんはくれたんですよそうなのそれずるくないなんかそのさみんなでやるって決まってんじゃんだって決まってたじゃんうるせえなこいつ決まりにあ、そうなの？そう、社内でいただきましてですねあ、マジ？そうそう、だからいや、全然いいのこれはその、なんていうの確認っていう感じかなまあでも俺の場合はさいつもその遅れてでも ちゃんと最終的には渡してないんです確かにね確かにだから俺はいいんですよ問題はちょっと遅れてでも最終的には渡すんですよってなんか普通みたいに言ってるけどあの自分の誕生日の時にもらうのにあげてないのが申し訳なくて渡すだけだあ、うん、げないともらえないだろうしなとかね、はい、いろいろ加味してるそこはなんかその両親の呵責があるからっていうまあ両親っていうかなんか筋、ね、でも誕生日プレゼントの話でその筋の話とかしたくないよね本当に筋だったら別にその大丈夫その今後ねその変な意味じゃなくて、うん、そうねそうやっぱ気持ちを上げたいですからプレゼントっていうのは
あのだから俺前回さ、うん、その品田さんと普通に1本撮ったじゃん、うん、誕生日 の, あのプレゼント開封音源撮ったんだね。あーそういうことだったんだ。そう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 、なるほどね。家で開けてその新鮮なリアクションをするっていう。何もらったの。え、結構いろいろいただきまして、皆さん本当大人です。プレゼントが大人の本気になってました。あーてかそのん、そのいろんな人からもらったやつってことか。あーそうそう、あーなるほどね。名古さんの話。そう、名古さんの話、名古さんの話。名古さんはあのケロリンの風呂桶と、あー戦闘属性として、戦闘グッズね。はいはい、確かにタオルとあの体をそのお風呂でゴシゴシ洗うやつをいただきました。あ、サウナーとしての。そうですね、戦闘ナーとしての。そうそうそう、戦闘サウナ好きをピックアップしていただいて嬉しいですね。俺もね、あの探してるんですよ今誕生日プレゼント。あら本当に。そうそうそう。あらそれ嬉しい。そんな志田君今ね、うん、いろいろ服屋さんを見回ったりとか買い物をする習慣があるんですよ。そう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 。あ、もうけどもう言っちゃうけど、そのそれぞれにあったあったっていうか、俺が思ういい T シャツを1枚ずつこう、ありがたいですね、見繕ってるところです、ね、ありがたいですね。うん、そうそうそう。てかそうだよ、だって去年あれ吸ってくれましたね。去年はそう、自分で吸って、今はなんか俺のブーム的に。なかなかけどね、見つかんないっすね。いやまあこれはハムザだと、これは高坂だみたいな、そのなんとなくイメージがあるけど、それまだ見つかんないんで、まあなんか3人近いしまとめてでいいんじゃないかと俺は思って。実際そうなんだよね、その本当にここ3人近くて日野良だけ遠いという不便な形だもん、ね、うんうん、で俺はその高坂君、俺前回その前々回ぐらい一人ラジオで欲しいものについて聞かれたから、その答えてたのよ、はいはいはい、そしたら結構その反映されたから、小坂くんはこのラジオで欲しいものを言うのかなって思ってた。あ、最近買ったもの何ですかみたい な, なんかのバーゲンみたいな、はいはい、とかでそう質問があって、であそこの欲しいけど探しててないんだよねみたいなのを話したんですよ、まあ、私欲しいもの言ってんじゃねえよとは思うけどね。何欲しいもん言ってんだよ、ね、いやそのなんかもらおうとしてんだよとは思うけどね。まあでもまあまあほら、いやあのね、そのいろんなことに気がついたの、うん、上げ、これ難しい言い方になっちゃうけど、うん、上げる方の喜びっていうのもさ、うんうん、いや経験したことあるじゃないですか。お前これから言うことは俺は大体わかるよ、うん、っていうのであると、うん、何を欲しいかを表現しておくっていうことは実はその、うん、がめついだけではない、おだけではない、そうがめついとも思う、うん、はいはい、もちろん そういう部分もあると思 う, そう、ね、相手のためを思って相手も楽だし、それもある、はい、ということが聞いたかったんだけど、なんか大阪君って最近欲しいものとかあるんですか。最近僕植物にハマってて、うん、まあ買ったもので言うと、この間この間というかまああれですね、今部屋に観葉植物が3つと、あとベランダのベランダにあのミニ盆栽が2つあるんですよ。盆栽、そうなんで、なんだろう、まあ屋内用屋外用どっちでもいいんで、なんかその草を、そう草を草っていうください。ギターが草好きっていうのはちょっと問題だけど。あーそう、危な、うん、初耳というか、なんかインスタのあれを一瞬見たけど、うん、そう、まああの SNS ではたまに載せてるんですけど、まあ、僕今年の春からメダカ の飼育を始めまして、うん、でまあ散歩とかもしてるじゃないですか今年、うん、してるね。そうするとやっぱりその自然に対する愛情が湧いてきて、でメダカの次はあのまずオクラを種を買ってそれを植えたんですよ、うん、でそれは まだ若いんで多分9月ぐらいに収穫かなと思ったんですけど、うんうん、でまあ、今度はなんかそのなんかメダカの容器の周りになんか植物を置いて、なんか雰囲気作りたいなっていう軽い気持ちで、まあ、買ってみたんですけど、やっぱり植物は植物ってね、あの可愛いところあるなって思うんですよ、で、まあ、部屋の中にも観葉植物置いてるし、で、まあ、今までのイメージとしては観葉植物ってなんかそのおしゃれなものっていうイメージがあるじゃないですか、うん、でそうでも、ね、だから俺も買った動機はどっちかというとなんかその見ててなんだろう雰囲気を作るためっていう目的で買ったんだけど、うんうん、やっぱり買ってみるとなんかその植物そのものの持つ生命力みたいなものにすごい感動して、感動する、そう、なんかその前日には芽が出てなかったもの翌日には出てるみたいな、なんか生き物ってすげえなって最近
思ってるんで、まあ、植物できればおしゃれな鉢に入ってるものをいただけると持ち帰り草か種草か種種は種でもいいんだけど、もうちょっと手軽に味わいたい。そうね。あ、なるほどね。車だからね、持って帰る、まあ、種はあの値段的な話で安く買えるし、あの野菜の種とか200円ぐらいで買えるんですよ、何十粒も入って、ね、はいはい、だからどうせならやっぱりね、あのおしゃれな鉢に入ったなんかまあ 4,5 千円ぐらいの。いや待って、嫌なバンドだな。俺このバンド好きになれねえよ。自分の誕生日の近辺で自分の欲しいもの言うバンド。俺物までは言っていいなと思ったけど、金額は否定した方がいいと思った。嫌だな俺このバンド。 4,5 千円ぐらいのね。あ、まあまあいいや、これはと、うん、そのさっきライブの話になったけど、あの何をいいと思って何を悪いと思うかは、うん、もう俺たちが選べないと思う。そうそうそう、いやー嫌なバンドだな。まあここで忠誠心を示してもらいます。忠誠心。これでさ、ナチュラルに一個もなかったらめちゃくちゃ面白い。それは最高だね。それは最高。それでお前はすごいショック受けるでしょ。まあでもここでなんか 4,5 千円っていうちょっと冗談っぽい価格を出したことで、なんかその何予防線にも傷つかない。雑魚いじゃねえかよ。植物、ね、植物ね、いいね。そうなんですよ。今俺も部屋に一個ちっちゃいのあるわ。苔玉っていう、その、まあ、根っこごと苔にこう包まれてて丸になってて、はいはいはい、ちょっと臭かったんで。なんか今のところ別におしゃれでもなんでもないけど、うん、今まで部屋になかったその自然というものが一個家にあることで、うん、あ、なんかちょっといいなという。でもなんか2日に1回見てあげるんだけど、うん、なんかその習慣もね、うん、なんか多分大人になるとさ、毎日の速度がさ昔より多分ちょっと速くなっててさ、その植物2日に1回水あげるが昔よりもいい具合のペースでやってくるっていうか、子供の時なんか1日1回しかあげちゃいけないのみたいな気持ちだったんだけど、うん、なんか大人って植物好きになりがちやん。そういうのあるのかなってちょっと思ってたんだよね。そう、やっぱね、あの人間ってやっぱりその愛情かけても応えてくるとは限らないじゃないですか、うん、でも動物とか植物ってねちゃんとそれに応えてくれるし、愛情かけなかったり死んじゃったり枯れたりするから全部自分に返ってくるんですよね。だからそういうもののためになんかこう時間をかけてる時間がね、すごい幸せを感じるんですよね。そうね。あ、まあまあでもまあわかる、ね、あ、まあまあまあ、ミニ盆栽まで行くとなんかやっぱね大人の趣味感がちょっと出る。そうだね、ちょっとなんか切ったりするんでしょ、あれ。なんて剪定っていうの、うん、まあまだねちょっとまだ見て楽しんでる段階ですけど、ゆくゆくはいろいろ挑戦したいですね。ねえ、だって伊佐坂先生もカツオのお父さんも盆栽はやってたもんね。やってるね。子供の時とかね、盆栽なんてじじくさい趣味だって思ってたけど、うん、ちょっとね気づいてしまったね。いいね、気づいてしまった、うん、で、あのグッドラックで使ったサボテンあるじゃない。ああ、そう、あれラママに置いてあってさ。ああ、俺なんかあのサボテンはずっといるんだけど、あのホコリとかかぶるわけ、ティッシュで拭いたりしてる俺。そう、植物名でエピソードもつるつる。そう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 、うん、なんだかんだ俺もなんかやってるなと思って、はいはい、水1週間に1回ぐらい開けたりして、ちょっと世話するっていうのが楽しいのかもね。そうそうそう、ね、皆さんも植物買ってみてはいかがでしょうか。どういう話だったの。メールを着地したかな。してねえよ。してるか、いい着地したかな、してるか。メールね、いただいてますよ、うん、ちょっとまさかこの高坂くんがいないゲスト出演して、ゲスト出演じゃないんだ別にメンバー。いや、ゲストゲスト。スペシャルゲストで入ってくれたから、ね、敬わないと切れちゃうから。そうですよね。なんかちょっと難しいな。これ待たせるとすごい切れちゃうから。あ、じゃあすごい簡単な、めっちゃ割愛するね。はい。ラジオネームまだ見知らぬ太蔵、好きなアイスは何ですか。はい、それ割愛していいやつ。あの、なんかそう、またですと怒られてる。まず好きなアイスは何ですか。まず前提として俺アイスをほとんど食べないんですよね。ああ、めんどくさいね。見たことない。でもそういえば、確かに。そうそうそう、うん、ただもし自分で買うとしたらパルムかな。ああ、裏切らないね。まあ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 、うまい、うまいもんね、パルム、うん、
俺チョコレートが大好きで、あのケーキのケーキも必ずブラウニーとかああいうのを食べるんですよ。やっぱ発見があるんだな、大阪とラジオすると。そうだね、そうパルム美味しいですね。篠原さんは？俺はね、なんだろうな、公立のアイスにしてね、私立のアイスじゃなくて。ん？ああ、ハーゲンダッツのこと私立のアイスって呼んでんだけど。ああ、ハーゲンダッツは好きですね。ハーゲンダッツがうまいのってもうさ、ピノは？ピノ公立だよ。公立？うん。てかまあ正直ハーゲンダッツ以外はほぼ公立。ああ。100円台で買えるアイスのことを、ね、公立のアイスと、こんなあのかまいたちの YouTube で言ってました。なんだっけ、ピスタチオのピノが、うん、ちょっなんか押されてるコンビニがあって、うまい。ピスタチオ味好きなんだ。ピスタチオのピノうまい。うん、ピスタチオ味好き。うん、とあとね、普通にあの層が好き。ああ、層ね。うん、あのシャキッとシャリ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 する、ね、はい、層かな。僕は逆に層は絶対買わないんですけど。ああ、そう。おおもうのほうが好きですね。もう全然笑わねえこいつ。小坂とラジオすると二人の時は逆に笑ってくれんの。これは今無理してるんだって思ってあー、あー、誰かが笑ってくれる場面では別に、まあ、その自分で笑わなくてもいいなって。う、笑う必要がないから怖いね。俺ら別に必要に駆られて笑ってるけど、そうじゃないんだけどまあまあまあいいんだけど。まあまあいいですよ。うん、もうはね、ちょっと好きみたいな。あ、そうなの。チョコモナカジャンボが好き。おお、効率中の効率って感じじゃないですか。効率だね。すごい効率だよ。なんかそんなに偏差値高くなさそう。でも超長いから。確かに確かにね。老舗校だから。まああったらその嬉しいし。うん、そうそう。うん、チョコモナカジャンボかな。夏だからね。確かに。でも3人ともあれだね、あのガリガリ君とかスイカバーとかああいうのはあげなかったね。ああ、俺ガリガリ君あんまなんだよな。俺もなんだよね。なんか梅味美味しいらしいよ。ガリガリ君、なんかそもそもなんかそもそもなんだよな、なんか味とかじゃなくて、まあちょっと、うん、過大評価されてるっていうことでね、かな。まあ安さっていうのはあったじゃん、きっと最初当初60円、うん、確かに子供が気軽に買えるという、ね、そうそうそう、ガリ君なら買えるって。うん、でかいし。そう、今俺あれがでかくて無理なんだよね。俺もね、俺も当時から無理だでけえな。今あんなに知らないんだよな。俺ハーゲンダッツも半分でいいしね。あー、マジ、うん、うわ、ミニカップっていうのはただ半分は欲しいそういう男です。あと、これ確かに高坂アイス食べてないね。食べてない。うん、なんかなんだっけ、俺が入ってすぐのさ、合宿やったじゃん、狛江で、うん、で、夜飯食った後に、ああ、多分3人はコンビニでアイス買って食べてたと思うんだけど、あ、マジ、うん、で俺はなんでこんな寒いのにアイス買わなきゃいけないんだと思って買わなかったのを覚えてる。あ、はいはい、まあ、普通に買わなければいい。そんなこと思わなくても、ね、だから不思議だったっていう、はいはい、そうそうそう、習慣がない。あんまりじゃあ家に箱アイスが買ってある状態とかもあんまなかった。そうね、家にあってもそんな食べないし。なるほど。お菓子は無限にあるから無限に食べちゃうんだけど、お菓子好きだもんね。好きだ、確かに。俺もお菓子はめっちゃ好きなんだけど。ああ、そうか、確かにアイス食わねえな。見たことないわ、うん、夏場でも。そうね、でもあのサービスエリアのソフトクリームは好きだけどね。あれもね、ムードもの好きだよね。ああまあまあまあ、確かに確かに、そうだよね、うん、そこの空気感を味わいたい。そう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 、っていう。だからそう、味はまあ二の次になることもあるね、うん、で俺浜松のサービスエリアのラーメンも全然美味しいと思うし。はい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 、うん、そうそ う, そう、俺の中ではそんな評価高くないけど割と食べてるもんね。そうそうそ う, そう、サービスエリアで食うラーメンってこのぐらいでいいみたいな良さがあるよね、あれ。そう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 、あの大熊なんだっけ、早稲田のさ、うん、食堂の、はいはい、カレーあったじゃん。はいはいはい、あれ久しぶりに食べたくなったね。あの安い、うわ、俺とちゃんと食べたことない。マジ？うん、なんか180円の時とか。そう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 、あー、なんかあったね、すんげー安くなって。でもなんかそのなんか給食のカレーみたいな感じだよね。そう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 、まさに、はいはいはい、そのうん、なんかその感じ。なるほどね。うん、それはなんか久々に思い出したの、早稲田大学のキャンパスのこと。あー、それ食べたくなる感覚はわかる。うん、
そう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 、いいね、うん、それいいや。全然別に美味しくはないんだけどさ、うん、まあ美味しいんだけど、うん、そのじゃあもっと美味しいカレーは他にあるんだけど、 そこで食うそれの180円で食って授業だりなどとか言ってるのがいいよねっていうね。うん、だメルシーとかそういう類じゃない。あー、メルシーはどうだろうね。違いました。あんまり名前出して言うのはあれなんで。あ、行ったことないんだよね。あ、そう。そうそう、結局まあ別にもう今行かなかったらさ、まあしばらくよっぽどのことがないといけない。そうね、平和な味って感じ。はいはいはい、うん、そうそうそう、懐かしい、いいですね。そうだね、あんまりこの3人でいて早稲田大学の話しないですね、もう。そうだね、割と、まあしないね、昔のことになってきてますしね。うん。ちょっと待って、俺たちがさ、その牛丼というか、まあ牛丼を食べながら工作を待たせた後にコンビニ寄りてえなっつってアイスコーヒー買ってる時はどういう気持ちだったの？うーん、いや、まあこっちはもうホットコーヒー特に買って飲み干してんだ。飲み干してたね。あの、明らかに飲み干してる持ち方してたね。そうそう、でゴミ箱ねえしよ。それも見えたわ。まああるしね、このゴミ箱探してるのも見てたし。ないよなーって。そうそうそう、ちょっとメール読みましょうかね。はい、いただきましたんで、これいい質問だと思いますよ、うん、あ、Gメール届いてた。あったあったあった、はい、はい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 、ちょっと2回送られてきてる。はいはい、ラジオネーム雷様高木ブー、はい、メンバーの皆さんは飼いたいペット、飼ってたペット、飼えないけど飼ってみたいペットいますか？シロクマやワニなど、もうそのレベルのもの。ああ、もう全部の生物でってことね。ゾウ飼いたいみたいな話も OK っていうことですね。ペットそうね。あ、でも俺犬とか飼ったことないで、家にいたことなくて、普通に犬とか猫とか、猫は俺猫アレルギーだからダメなんだけど、そういう意味では犬かな。でかい犬がいい、あの、はいはいはい、ラブラドールとかゴールデンレトリバーとか、なんかでかい犬とかはちょっと家にいたらテンション上がるだろうなと思うね、うん、あのなんかモップみたいな犬とかない、ね、あるじゃん、そう、毛が長いよ、そう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 、あーってあーってやりたい。うん、なんか全然家帰る感覚も違うんだろうなとか。確かに犬いるしっていう、まず最初そのしばらく嬉しい犬いるし気があるわけじゃん、うん、でよりこう自然にファミリーとして、まあ犬もいるしなっていう時もあるじゃないですか。それ、まあ、とりあえず俺普通に犬飼ってみたい、はい、飼ったことない、あんま飼ったことないので、はい、まあ、それでいうとうちはあのゴールデンレトリバーを代々飼ってて、はいはいはい、でこれ初めて言うけどこの間3代目がうちに来たんですよ。おう、そうだからまだ子供なんだけど、おい、そう、めちゃくちゃ可愛いっすよ。可愛いですか？ちっちゃい、ちっちゃい、でも子犬、あの小型犬ぐらいのサイズはすでに、はいはいはい、あ、でもまあマジいいね。そうそうそう、なぎちゃん、なぎくん、ね、バロン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 は誰がつけたの？ママかな。あ、ママか、ね、バロンなんだ。ジブリかよって思ったけど、まあちょっとそれは猫も、うん、そうそう。なんでバロンなの？そこまで聞いてない。まああの、あの先代と先々代が、うん、あのピンキーとプッチーだったんですよ。そうだよね。だからまあそのハ行でなんかいいのないかなって思って、僕はあのテーターってのを提案したんですけど。ああ、いいですね。それもまたいい。そう、却下されてバロンになった。うんうん、そこのイニシアチブはやっぱ母が。そう、ね、あ、ママか。ママか。そう、ママが言い直すほどのことではない。母親が一番世話するわけだ。まあ確かにね。そうかそうか、そうだ、そうなりますよね。っていうか、そうですか。いいね、本当に初耳ですね。いいね、犬いいね。でも別れが辛いんですよ。まあそうだよね、そりゃそうだよね。そう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 。ハムちゃんは？俺この間その現実的な話になっちゃうけど、うん、弟とペットでも飼ってみるかって、はいはい、ま、基本的に俺は弟主導で暮らしてるんで、はいはいはい、ちょっとねペットをこうに関心がありますねみたいな。
話をされてめんどくせえなのか、うん、あはあはあとはあはあなるほどですね関心がありますかみたいな、うん、さようでございますかとか言ってあのデグーっていうハムスターより大きくて、うん、まあモルモットぐらいの小動物ですけど、デグー、そう今はもう皆さんも検索していただいたデグーっていうのがもうみんな飼いやすい、俺らもううちも飼ったことなくてペットを、はいはい、だからなんかその飼いやすいペットみたいなことでこう検索していろいろと手頃なのがあって、それはですねちょっとありえますね。ああね、デグー、そうそうそう、まあそうそう、それです、それです、それです、これですね。ああ、なんかリスみたいな、そうそうそう、そうだね、リスネズミ、リスネズミみたいな、リスネズミですかね。そう、まあ、あとポケモンが僕は好きですから、まあ、こういういそうだね、デグー、デグー、いそうデグーをモチーフにしたポケモンもいそうだよね、いそう、あの割と序盤で出てきそうな、そうだね、うん、ラッタコラッタの位置、あ、そう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 、オタチの位置ですね。これはまあその現実的に飼いそうだなと思ってて、俺昔からすごい動物好きだったんですよ、その動物園とか行くの、動物園行ってそう、なんか、まあ、長男ですごいこう、うん、僕に手をかけたかった生まれとか、なんか俺の動物園の反応が良かったからっていうので、はいはい、動物園にやたら行ってたんですけど、フェネックが飼いたいですね。フェネック、これもなんかフェネックもポケモンっぽいですね。なんかそうだよね、ポケモンっぽいし、なんかちょっとネズミ、そっち系ですね、キツネか、キツネとかウサギとかとかね、フェネック、犬かキツネ族ですね、いいんですよフェネック。へえ、うん、未だにやっぱ動物園行くとねテンション上がっちゃうね。可愛いね、フェネック、フェネックいいよね、フェネックいいね、夜行性なんですけど多分こういう人、すごい暗いところのなんか洞窟みたいなゾーンが動物園にあって、そこにいるんですけど、はいはい、結構神々しくて、可愛い、耳がでかい、いいですよね、耳がでかいです。まあでも多分その飼うのには絶対しない動物なんですけど、まあ夜行性っていうので結構そもそもそうそうあとペットがいるとその旅行とかが大変なんでしょう、まあね、それやっぱその来てもらった子にかわいそうとか申し訳ない思いさせてしまうのは嫌だなとかはまあちょっと思っちゃいます。ありますか、そういうの。いや、それもちろんあります、うん、ありますか。やっぱ夏とかやっぱり出かけてる間もやっぱりできれば冷房つけてあげないと、だよね、そう、ゆだっちゃうから。彼らは声を出して暑いということはできないわけだからね。そう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 、あーいいな、犬飼いたくなってきたな。なんか一回ね、父さんがねクラゲを買ってきたことがあって、ほう、クラゲだっつって帰って、俺はその場にいなかったんだけど、うん、なんか何の前触れもなかったらしくて、そう、クラゲってすごい飼うの難しいの。そうなんです。知ってる？知ってる、知ってる。飼ったことある？いや、ないね。ないか。なんで笑ってんだよ。なんで笑ってんの？ピリピリすんなよ。いやないまさかまさかクラゲなんて飼いませんよ。笑ってんだよ。あ、で？そう。で、クラゲってね、水を自分のふわふわ浮いてる水を体に取り込んで、まあ食べるみたいな。食べるっていうか水がそのまま体になる感じなの。はいはい。だから水温と塩の濃度とか海水にならないと水を体に取り込めなくてちょっとずつちっちゃくなっていくの。へえ。そうで、あの全部ただの水になるっていう。悲しくない？なんか悲しいね。すごいけど頑張ってたの母さん。まあ、父さん買ってきて母さんが世話を見るっていう感じで、まあそのまあ家にいる時間的にもね、うん、そうね、そうね、そう。でもだから部屋の水温をすごい頑張って調整したりとか、海水の濃度にこうしたりとかしてるんだけど、やってるのにどんどんちっちゃくなってて、あーっていう、なんかもう5ミリにも満たないみたいになって、なんかいる？あ、いないね。埋めることすらできない。確かにね、流すっていう、そんなこともありましたね。不思議な命だね。ね、だから水族館っていうのはすごいこう努力の結晶ですね。確かに。クラゲコーナーだって結構目玉だもんね。いや、そうですよ。いろんな種類の、はい、綺麗だし。そんな。そしてそんな坂犬は飼ってみたいペット、まあその今はその新しい犬がいるからね、夢中だろうけど。そう、まあ一つ現実的な線で、あの次飼うと決めてるのはあのタナゴっていう。魚です。そうじゃない、魚なんだ今。メダカで言ってる。まあ実は僕ちっちゃい頃からあの寿司は食べられないんだけど、あの魚自体はすごい好きで、うん、小1の時のあだ名が魚派から捨てだったんです。ええー、そうですか。そう、
さかなクン、みなみずの。そうそう、あのさかなクンの YouTube もすごい見てますけど。あ、そうなんだ。へぇ、そう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 、なんで俺たちはラジオでしか知れないんだろうな。いやー、ほんとに日常生活にやっぱこぼれないから、小坂の情報はこぼれないね。で、タナゴ。そうね、やっぱり日本淡水魚が、淡水魚ですね、タナゴ。そうですよね、洞窟の森もその池とかで捕まるあとはまあカナヘビとかカメとか一通りちょっとやっぱそのなんていうの、沢っぽい川っぽいとかのあれがいいな。そう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 、カメも可愛いよ。カメだ、可愛い可愛い。なんかそのあとはあれか、そのなんていうの、今疑似川ができているっていうこと、そのメダカを中心に植物が近くにあってみたいな感じで。まあそうね、あのビオトープっていうんだけど。ああそうだよね、そうそう、まあ、それもどきみたいなのを目指してはいる。すげー、なるほどね。だからそれを拡大していくにあたって、そう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 、そういう生物たちが、へえ、究極の癒しって書いてある。タナゴ、うん、綺麗ですね。これタナゴですか。それタナゴです。これタナゴですか。へえ、非現実シリーズを、非現実シリーズだとなんだろうね。非現実シリーズ、そうだ、さっきの白クマとかワニとか、あとオキヘビとかね。なんだろうな、なんだろうね。なんでしょうね。あるなんか。だからフェネックは非現実だよ、もう全然。ああ、そこそこそこ。そう、サイズはあれだけど。あれかな、コモドオオトカゲとか非現実だよね。いい。ああ。あれだから毒性あるよ。あったっけな。多分あると思う。俺も結構動物好きだから多分。コモド、あ、あれか。イモと追っかけてたやつかなと。コモド。そうか。うん、はいはいはい。なんかそういう番組で見るやつか。動物ピースとかで。はいはいはい。そうね。イッテQで出るやつです。イッテQ、うん。今はなきクレイジージャーニーで捕まえてた気がする。うん、やりそう。お前あれだろ、ハクビシンだろ。たまに見かけるしね、うちの周りで。東京にたまにいるよね。捕獲して買おうか。家の中ぐちゃぐちゃになるんだろうな、多分。あとハクビシンの糞はやっぱその害獣ですから意外と。かわいいんだけどね。多分まあなんか、まあ、ある程度どの生物もその綺麗にしてあれしてたらかわいいよね。かわいいかわいい、それは確かに。じゃあ俺ハクビシンでいいです。全然あんま動物に関心がないから。うん、いや、なんかアリとか飼ってみたい。あー、ぽいぽい、わかる、ぽいぽいぽい、巣を観察するんだ。そうそうそう、断面とかこう、あー、ぽいぽい、おーすげーみたいな。そっちの方が合ってるよ。アリとかかな、なんか、まあその実際飼うほどの熱量は全くないけど。でも小坂があれだね、そのいろいろ趣味が大人化していってるね。ねえ、だってスケボーはハマらなかったんでしょ。うん、あ、そういえばスケボーやってる。やってない。だって伏兵で俺がめっちゃやってるもん。え？だからあ、ペニーね。あ、ペニー。でもこの間その初めてそのトリックする方のさ、あのなんていうの、グラトリっていうつか、あのグラウンドトリック用のボード、普通のボード、だけどまあまあ普通にその乗ることに対する慣れはあるから。はいはい、そうね。まああとはやる人がいたり場所があれば、うん、でもまあ怪我しそうだなとか思うけど。南雲さんもすげえやってるらしいよ。スケボー。スケボー。あ、そうなんだ。だから俺と高坂だけやってないっていう。その割と早い段階で手にしてて。そう、1万円で買って4000円で買って何もしないっていう2人。いいね、経済だけがちょっとだけ回ったっていう。あの、うちうちでね、うちうちで、うちうちで。そう、スケボーやんないな。まあまあまあ別に全然別にやる気にもならんな。おい、篠原へぶんね。おい、へぶる。へぶる、やめろよ。おい、絶対使ってね、これ。うん、切るとこなんもない。ないよね。乱暴にコピペする。いたずらにコピペする。への素材取っといて。小坂のおなら素材。うん。そう。すごいね。なんかで使う。なんかに重ねよう。曲とか使う。曲とかに使えると思う。はい、そんなわけですか。うん。15分から借りて、今43分なんで。ぼちぼち何も言わないね、こいつね。なんか返却時間そろそろですっていつも言うんですよ。返却借りている時間の前に入ってたもんね。5時8分ぐらいに入ってた。あ、そうね、うん、そう、ちょっと早めに入れるんだよね。いい、はい、オッケー、はい、
ライブ告知のコーナーです。ライブがたくさんあるので来てください。ちゃんと言わないと小坂、こういうのね、怒るんだよ小坂は。こういうのも言っていいやつ。まずは7月22日シャバシャラファイトクラブ、はい、with ステラリープ、はい、そして7月27、はい、これも言っていいですね。言っていいです、新宿芦部です、はい、これどっちも言っていいんだよね。8月2日、はい、これ東京、はい、渋谷です、はい、ベルマインズ、はい、で、8月3日はルビーチューズデイで新宿ロフト、うん、そして8月8日、うん、これ近いですね、いろんなものが、ね、シャバシャラファイトクラブ、withマイアミパーティーっていう感じですかね。楽しみです。ライブ、あの夏のライブラッシュがありますので。ありますね。南さん真面目なので全ライブセットリストは全然違うと思います。どうでしょうね。普通にそのやりたい曲がやっぱ場所場所で違うわ、まあ、変わる、うん、変わる、ね、必然的に変わってくるので、どれかしか来れない人ももちろん楽しいし、全部来ても楽しいように、俺らもなんか楽しい風になるようにやりますので、はい、お楽しみに。まずはそのやっぱりね、ステラリップとのチャプチャライトクラブありますか、はい、ね、パンケーキ食って気合十分でしょ。はいはい、美味しかったですよ、ね、甘すぎないクリーム、はい、おっぱらはやってなかったけど、おっぱらやってなかったね、びっくりしたよ。江ノ島まで行ってやばい、2時間弱かかって、遠いね。あー平日はやってないんだねって言われて、あーそうなんですね、すいませんなんか、しかもなんか20周年でオパラ、うん、なんか手ぶらでこう行くっていう、うわ、あの閉まってる店に手ぶらで行って、あーすいませんって言って出てくっていう、変なやつ。あ怒られたんだよ、終わります、はい、さよなら。南水ベサムザとギターの高坂とドラムの篠原でした。またねー、はい、また、えー